新川崎創造の森は産業界、大学、市民および行政の連携による新しい科学技術や産業を創造するための研究開発拠点の形成と、次世代を担う子どもたちが科学や技術への夢を育む場づくりを目指しています。 K スクエアタウンキャンパス、そして川崎新産業創造センター KBIC の開設に続き、平成24年ナノマイクロ産学官共同研究施設ナノビックがオープンしました。第3期事業にあたるナノビックでは、ライフサイエンス、環境、エネルギーなどさまざまな分野で応用可能なナノマイクロテクノロジーにおける最先端研究開発が行われています。ナノビックには超微細な領域の加工、試作、計測、評価が可能な750平方メートルの大型クリーンルームを備えており、慶応、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノマイクロファブリケーションコンソーシアム、そしてナノマイクロ関連企業などが入居しています。今後ナノビックは殿町3丁目の国際戦略総合特区キングスカイフロントと連携し、ライフサイエンス、環境分野における新しい技術の研究開発、産業化を進めていきます。